マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときね、使われてる単語のようです。今日のマシマシはこちら。本当に二次的な変化、関節の変化をね、マシマシチンパンジーでは伝えていきたい。チンパンジーもいろんな部分が、変化してきたよということですけれども、なかなかですね、チンパンジーだけだと、多くの人から二次的な関節的な変化っていうことをね、ちょっと理解するのが難しい。やっぱりちょっといろんな実例はないかなという声もいただきましたので、ね、自分が担当した中で、これまで過去にね起こった例を、挙げてできる限りね、それでちょっと捉えどころの難しい二次的な変化、間接的な変化をね少しでも分かりやすくという、実例、過去の実例のシリーズの、今日はですねこちらクロサイになってますね。どういう話でしょうかをご覧ください。どうぞ。はい、こちらがね、クロサイの愛ちゃん、メスですけれどもね、自分が、動物園にね、入った年ですね、に初めて、担当した、クロサイカバ、小人カバでしたけれどもね、そこの、担当動物のお話ですね。はい、当時はですね、もうエンリッチメントとか、採食率を伸ばすというですね、外側だけの、ことをね、鵜呑みにする片岡でして、まあ、何をやっていいかも正直、動物園業界入って、右も左も分からない中でね、採食率時間を伸ばすといいよと聞いたら、じゃあそうかと言って閉球部なんかを巻いてね、採食率時間を伸ばしたり、角削りをね、自分で結構ずっとしちゃうような、時もあったりしました。愛ちゃんの癖でしたからね、それをなんとか悪い癖と言われてるならなくせないかなというふうにやってました。まあ餌をまいて、採食時間はね伸びたんですけれどもですね、まあ他の先輩に、言われて、この後ですけどね、気づきますけども、ビクビクしながらね、キューブを拾ったり、青草をね、牧草も走りながらも下に落としながらですね、加えながらでもビクビクしながら走るみたいなのがずっとある中で採食率を伸ばそうとしてたんでね、まあそういった中で、そんなビクビクしながらね、食べるという時間が本当に、本来何をしたいんだろうねっていうところに戻ったというのもありました。実際ね、採食時間を伸ばしたいのが目的じゃなくて、生活の質をね改善してあげたいというのがまずありますしね、そういったところで時間ではなく質だよねっていうところも、学ばせてもらったところでした。そして角削れない作戦、力の、ちょっと悪い癖というのと似てますけれどもね、この時はもう物理的に、削るところを覆ってみたりですね、そういう風な直接的なね作戦が多かったなというふうにも思います。そういう意味ではチンパンジーで今やろうとしている力のことだったりっていうのも、まあ本当に直接的なことはで言えば、まあ、力の手をね覆ってしまうとか、何かその抜けない、毛を抜けないようにするとか、そういった直接的なイメージですけども、そういうのではなくですね、いろんな生活を、改善することで何か、変化が起きないかなという、今の変化の、起こし方のね、角度の入り方をこの時よりもだいぶストレートではなく間接的になってるんで、自分としては、ちょっと同じことをやってないという意味ではまだ良かったのかなというふうにも思いますね。こちらはクロサイ車ですけれどもね、矢印のところが愛ちゃんが、落ち着ける場所ということでね、本当にそこでじっとしたりするっていうのが唯一ゆっくりする場所であったように思いますね。当時では、右手前の方が餌を、食べるところですけども、そこにね牧草を朝入れてあげると、そこの牧草を食べるけどもお客さん側でちょっと怖いから、それを持って走って奥まで行って、さらに落ち着かないから奥でも食べれず加えながら走って、牧草がですね、地面に本当に道のように落ちるというのが毎日でしたけども、まあ、当時の僕はそういったことを見ても、まあ神経質な動物だからというふうに言われてですね、あ、そういう動物もあるのかというふうにも思ってましたけれどもね、そういった神経質な動物だからと言われて、本当はそこで一つ疑問を持たなきゃいけないよというのをですね、後々いろいろな先輩に教えてもらいましたね。神経質な動物だけれども、じゃあ関わり方次第で許容を伸ばしたり、その子にとってゆったり過ごせる流れを作れないかっていうのがね、今自分の中では、もっともっと何か改善できるんじゃないかっていう疑問を持つということがね、その当時、なかなか、欠けていたなというところがあり、そこも勉強させていただいたところですね。はい、そして2年目他のね先輩と組むことになって、やっぱり、関係性を持って一緒に、
いて落ち着く存在になるという、まあここは本当にインコとかオオカミとかですね、一緒の流れをここでも教えてもらったところですね。挨拶のたび手渡しで餌をあげるとかですね、落ち着いてる時は一緒にいてあげる、さっきのですね、矢印の黄色い部分、一番落ち着いてるところね、で一緒にいてあげたりですね、運動場でも落ち着いているときは一緒にいてあげて、ゆっくり餌を食べる時間を増やしていこうというふうにね、先輩にと一緒にやらせてもらいましたね。本当にちっちゃい動物の日々の変化ですけれどもね、長い時間が経ってたりすると誰でもわかるような大きな変化にはなるんですけれども、その日々、今自分がいることによってどう地に向いてるかな、まあ狼でもそうですけどもね、っていうのをね、こういうところで教えてもらったかなというふうに思いますね。はい、そこで自分はもう2年で、クロセカバー離れてしまったんですけどね、引き続きその先輩、組んでいた先輩がですね、いろいろ、変化を起こしてくれましたね。最初はもうゆっくり、食べれなかったんですけれども、もうほとんど走らなくなったりですね、一緒に運動場にいて時々、横になったり寝てくれるようになるという、まあ本当に動物なかなかビクビクしてたりするとですね、横になったりすぐ逃げれる体勢じゃない体勢にはならなかったりしますからね、そういう意味でもちょっと落ち着く時間が運動場でも増えてきた。そして糞もですね、最初は本当にヘドロのような匂いでしたけども、やっぱり草食獣のね、本来の糞の匂いになってきてっていう、そういった消化とかね、にも影響が出てきたという、そういう運動場の部分的な生活は変わらないけれども、調子のいい時は、一人で寝れることもできるというですね。さらにこの、もう本当に現在はですね、他の先輩たちがいろいろ変えていただいて、もうさ当時では考えれないぐらいの、運動場の端まで行ってですね、餌を、探したりっていう姿も見れたり、まあ当時の状態をね、知ってる自分からすると、その光景だけでもかなりすごいね、変化だなというふうにも思いますけれども、この話の難しいところは、現在の変化した後のクロサイだけ見てしまうとですね、まあ、昔からこういうふうだったんじゃないかなという印象を受けてしまってですね、しかしその中にはやっぱりゆっくり変わるっていう動物を、追うということも、変化を終えるということもね、飼育員には大事かなというふうにも教えてもらった、クロサイの愛ちゃんですね。本当に多くの動物がですね、この動物は神経質だからゆっくり静かに、あんまり変化刺激を与えず飼ってあげなきゃいけないという意見も多いですけれどもね、そういったのも一つかもしれませんし、また、こういったね、動物自身を、ちょっとずつ変えて、いろんな刺激に対しても、なかなかそんなビクビクしないよっていう動物にするというのもね、動物園の、動物としては一つの手なんではないかなというふうにも、教えてもらった、クロサイの愛ちゃんでしたね。引き続きこういったですね、何か本当に神経質なんだろうか、なんとかね、神経質じゃない流れを作れないだろうかというところもね、いろいろ考える、疑問に思うということをね、大事にしながらやっていきたいなと思います。はい、どうだったでしょうかね。やっぱり、旗から見ると、そういった動物だからと言われてしまうとね、クロサイも神経質な動物だから、そういった行動は仕方がない、神経質な動物だから、走ったりね、落ち着かないのはしょうがないというふうにね、聞いてしまうとなんかその通りなのかなとも思いますけれどもね、なんとかそこはですね、飼育員が間に入って神経質だけれども、許容を増やしてね、どんな動物園の刺激にもね、あまり動じないような、個体にしてあげたりですね、ゆっくりする時間を増やしてあげる、その後に餌を撒いたりして採食時間を伸ばすということは効いてくるかなというふうにも思いますんでね、そういった生活の質を上げるっていうことは、どういったことから始めるのかなっていうのも大事かなと思った、次第ですね。引き続きですね、こういったいろんな動物でいろんな変化、二次的な変化、間接的な変化というのはね、ゆっくり起きるっていうことをね、実感しながら、それでもね、もっとできるんじゃないか、もっとよくできるんじゃないかっていうですね、疑いをしっかりと、日々持ちながら、いろんな動物と関わっていければなと思います。しばしば続きます。今日はこの辺りで、さようなら。